第5章「量子力学の世界観と東洋哲学」第1節量子力学」とは物理学の最終目標は何かというと物質を細かく分析してその運動法則を研究し物質を構成するあらゆる分子や原子の運動を明らかにすることではないでしょうかそれが実現すればすべての分子や原子の位置と 運動量が計算によって明らかになり、すべての分子や原子の未来の運動が予測できる、すなわちあらゆる物質の未来の姿を予言することが可能になります。天文学的な数の分子や原子の位置と運動量の計算など、最新コンピューターを駆使しても現実には不可能かもしれませんが、理論的には可能です。 細胞生物学の段階から分子生物学へ発展した生物学でも基本的にはこのような思考方法で生物の未来の運命を予言しようとしていますこのため生物学も分子生物学に主力を置いて細胞内部の遺伝子などの細かい分子構造の解明に躍起になっているのですこのような考え方は一見正しいように見えるのですが 現代物理学から見ると残念ながら古典物理学的思考法というべきもので完全に時代遅れの考え方ですしかし驚いたことにはこの時代遅れの古典物理学的思考法でほとんどの医学生物学が研究されているのです最新の物理学の考え方は古い生物学者たちの思考形態をはるかに飛び越してもっと先に進んでいるのです このの最新の物理学を量子力学と言います。量子力学は19世紀後半から20世紀初頭にかけてぼっしてきた理論物理学の一派です相対性理論がアインシュタイン一人の独断で完成したのと違い量子力学はプランク・ボーア・ラザフォード・シュレディンガー・ハイゼンベルグ・リラックといった一流の物理学者たちが 長い間議論を繰り返して合議的に作り上げた物理学の理論体系です量子力学では原子核を構成する電子を粒子であり同時に波動である二重の性格を持つものとして考えていますこのため量子力学では電子をボールに例えると壁に向かって投げた1個のボールが壁の2個でも3個でも 100個のの穴でも同時に通過すするるとというう幽霊のような行動をすることが証明されていますそして原子核の中の電子の位置と運動量は同時には確定できず電子の位置が確定すると運動量が決まらず逆に電子の運動量が確定すると位置が決まらなくなり結局は電子の位置と運動量は確率的にしか計算できない。 といいう現象が証明されていますこれをハイゼンベルグの不確定性原理と言います。要するに物質の未来の姿はいくら科学的に追求し計算しても確定することは原理的に不可能でありある確率でしか予測できないという結論なのです。アインシュタインは不確定性原理の確率でしか物事が予想できないという点に反対し 神はサイコロを振らないという有名な言葉を残しました。科学者のアインシュタインが神様を引っ張り出したのが面白いところですが、論争の結果はアインシュタインの負けとなりました。最新の物理学である量子力学の理論からは、未来は確率的にしか予測できず決定していないと結論できます。例えば癌になっても、不治であるとは決まっていないとも言えます。